野崎チャンネル。今日も元気にプロスペース。はい。ということでプロスペースの時間です。今日もクルクマからお送りしております。はい、プロスペースは車の中でやるとやりやすい。なぜか佐々木独自郎。なんかテンション上げれるっていうか、なんか家だとなかなか取り掛かりにくいということでね。今日も車の中からお送りしますけども、まず一番最初に、お見せしたいのが。こちらです。ファイナルミキサーを、やりましてですね。これはもうとっくの昔にやったんですけども、まず見てほしいっていうところで、まあ、ソフトバンクのね、選手がいいっていうところで、この香山ね、これも全部バックスにしててね、まあ、高梨もいるから同じ系統いらないだろうっていうところで、香山でね、松本とかね、まあ、そこら辺の選手がね、欲しいっていうね、あと牧原だったりね、欲しいっていうところで、ファイナルミキサーした結果、なんと持ってる中村晃だということで、かぶりにも程があるっていうね。でもここでね、レベルをもうマックスにして使ってね。で、そしてもう一回中村晃で行こうっていうところでね、取ったのがなんとこちら、三森っていうね。まあ、三森はね、持ってなかったんで、まあ、これはね、育てていきましょうっていうね。で、その後は、まあ、ロッテにね、移動しまして、こちらね、まあ、ロッテの、まあ、ハーマンね、なんとかね、小島とかね、西野とか種市とかね、まあ、そこら辺がね欲しいっていうところでね、でおっとできたのがサッと落とした、いや持ってますとね。でここはもう一回ね、今度二木頑張れ、俺がミキサー使っちゃうじゃんね、使える存在になってくれっていうねところで二木をやって、で二木を出して王子は来たっていうね、これはね小島が欲しかったんでね、めちゃくちゃね嬉しかったと。で最後ね、で佐藤としてね使って誰来るかっていうところでなく来たのがね、この沢村っていうね、沢村もいっぱい来るっていうね、こういったところでねファイナルミキサーしておきます。やっぱねロッテね、自チームでやっぱスピリーグね、スピちゃんにやっぱ戦っていくためには、まあ、ロッテもね極めていこうっていうところでシックハックして頑張っております。そして今日やるのはね、これまずね、球春到来プレゼントスカウトね。で、あとはこの10連福袋、この4回ね、これやっていこうっていうところで、これね、やっぱり自チームというところでは、この岡、種市、ね、藤岡、そして東、これ全部欲しいけど、東もね、これなんかこの、ツーシームファーストもあるしね、ストレート。まあ、球種もいいし、ね、この超グラウンドボーラーがね、いいらしい、タイピンチ。まあ、東も欲しいけど、A ランクがね、持ってないっていうねところではどうなんやと。で藤岡も今ねせっせとね極みにできるようにね、育ってるんで、まあ、ここら辺ねロッテも欲しいね。でソフトバンク、やっぱソフトバンク行きたいよね。牧原もさ、これラインドライブでこの能力は、ね、めちゃくちゃこれはいいよね。で今度でモイネロの先発ね、で津森もいいしね。いやこれもうソフトバンクだと誰が当たってもいいじゃんね。で、楽天ね、まあ楽天は辰巳と小深田がねラインドライブだからねいいけど極みにできない。で西武ね、平は欲しいけどね。で、ファイターズ、ここはまあ伊藤ね。でタイガース、まあ大竹、近本、中野はね、中野極みにできるかな、ギリギリのところかな。カープは秋山が今ね、侍ジャパンのやつが当たったからね、それでもいいけど、まあ、スピリット100違うけどね。菊池、森下ね、カープでもいい。で DeNA が牧だね、極みにすぐできるのは。でジャイアンツ、丸だね、すぐ極みにできるのは、とはできない。でヤクルト、山田がちょっと能力が落ちちゃってきてるからね、塩見がね。でこの石山がなんかいいらしいんだよね、この石山はワンシームがついて、あれか、アドバか、なんか、クレイさんが言ってたやつ、みんなの見ていたよ、ビッグさんとかもそうだよ。で、ドラゴンズは岡林、高橋宏とかな。で、オリックス、東もね、もうね、いっぱい球種あるから、良さそうだけどね、これ。俺クラスには育んのかな。あと、中川ね、中川、いろんなとこ、守れる。ね、そしてロッテかっていうねところで勝負ねしていこうと思いますね。さあということで、まずはこの1回限り無料ね、球春到来スカウトで無料 S、 今シーズンね
グランドオープンしてから初めてのレースは誰かね、行きましょう、レッツゴー。さあここら辺でね、2枚引きとか来たら熱いけどね。これでも S は絶対当たるからね。最近あのね、ピッチャー右手上げるの見たことないよね。確定演出なし。さあ誰や、初の S はね。おお、宮城オリックスのエース、今年なるかタイトル。森、徳島出身、頑張れ。ベーサーズ行ってもう先発分かると。いや中村晃、山川に負けてる場合じゃない、頑張れ、まだ能力ある。いや高橋奎二、もうこのままで終わったらダメだよ、ここからもう一回奮起。吉川、伊豆口なんか若手に負けてる場合じゃないよ。阿部翔太、リリーフの柱、ね、枠井、まだまだ若手に負けません。森、左いっぱい来てるけどね、負けちゃダメだよ。お、来た岡林、タイトルホルダー。まあ岡林いいね、俺多分できると思うんだよね、極みに。さあ続いてまず3回いこう、これね、3回。さあ1回目まず確定。さあ1回目、2枚目、4回で3枚だから、これ5枚来たら最高だんだよ、4回でね。さあ2枚引き来るための演出いっぱい行ってくれ。よし、いや何もない、何もない。いや牧原、近藤、モイネロも欲しいし、ロッテの選手も欲しいし、さあ坂本一本出しできるか。いやロドリゲス、俺はポテンシャルあると思う。いや庄司、今年一気に10勝もありえる。いや吉川は伊豆口に負けてらんないよ。おっとっと、田村リリーフ食い込んでこれるか。いや梶谷、タイガースに行っても大逆。いや中川ちょっと見てみたいピッチング。いやフェルナンデス、ロッテの選手じゃん、まだ見たことない。カモン、グリフィン、グリフィン、グリフィンいいらしいんだよね、感じ的にね。A ランク集めましょうかね。さあ2回目、レッツゴー、カモン。いや全然演出悪い、演出悪い、なんもない、演出悪い、わ演出悪い。こっから、こっから、いやー演出悪い、おめでとう。いや演出悪い。上原、いや受賞できるポテンシャルある。いや遠もすぎ、ショートレギュラーになれるか。菅野まだまだ老けてらんないよ。いや石川ノイトのラン、今年10勝、勝負の年。いや清水もリリーフエース。いや遠野先アップルパンチ。いや桑原ルーキーで負けてらんないぜ。いや吉田康生オリックスに行って一花咲かせよ。いやカリスってどうする、ロドリゲスと勝負の外国人。さいやビシエド、中田翔の陰に隠れてるけど日本人登録。さあ3回目、これ1人確定だよ。さあ行くよ、レッツゴー。いやの演出けえへんな、オフィーバー。おあれ何、自チーム確定とか、自チーム確定とか、なんかあのムキムキ君来たよ、ムキムキ君初めて見た俺。おお、複数引きあるんじゃん、複数引き、こうカメラ来るんじゃん。わーくい、まだまだ受賞できるよ。最近今年はもう10エースって言ってもいいぐらいのポテンシャルある。カモン、藤岡、まあ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 いいね。でも もうちょっと A いっぱい取らなきゃいけないね。でもセカンド守備からね、2枚引きだ。清水3枚引きあるか。いや中崎まだ頑張れるよ、去年の活躍ならまあレギュラーダッシュ。いやメンデス、何気にジャイアンツの救世主かも分かんない。ツモリ、カイノがいなくなってここ踏ん張りどころよ。カモン、いや大竹、早稲田出身のポテンシャル最高、貯金10。
優勝への使者。さあ3枚引きカモン。大川ひろみ、お、ひろみゴー、ひろみナイツ。ロッテ2人来たよ。あ、これはもう最後4回ね、 G チーム確定。これはね、すいませんけども、もうロッテ2枚来たんでね、こうかぶっちゃ嫌なんで、G チームは変えさせていただきます。こちらです、ホークスにさせていただきます。はい、さあ行こうよ、ホークスで最後。これ終わったら今からプロ野球ニュースの生放送聞きます。さあ、牧原、近藤、モイネロ。お、ここも1,2,3,4、あ、ここ5枚来たね、最初の宣言通り5枚。カモン、1枚かな、これはさすがに。まあでも4回で5枚来たら上級だろう。牧原、近藤、思い出のカモン。おっと、中崎よく来るね、カモン。おっと、コルデロ打ったらセーブ強いよ。いや、中のオープン戦不振だったけどね、頑張れよ頑張れよ。奈良間レギュラー出し、こカモン。よっと、欲しい。先生はあれだったけど期待してるよ。紅林、一気にタイトル取りに行こう。坂本一本だ。いや、岡大海ゴー。門脇、ショートのレギュラー。さあ最後、牧原、近藤、そしてモイネロ。まあ、つもりでもいいんだけどね、この先の中が誰かがいいね。レッツゴー、モイネロ OK 先発候補。